どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA のね、今週の特旅マイルキャンペーンね、対象路線発表されましたので、解説ね、していきたいと思います。で、この、特旅マイルキャンペーンなんですけども、まあ、2019年度、限定っていう風にね、感じでこちらのキャンペーン始まったんですけども、とても好評なようでですね、こちら2020年も継続決定いたしましたね。いやー、良かったですね。うん。まあこれね、必要マイル数が、まあ、本来のね、必要マイル数より、少ないね、マイルで、まあ、国内のね、飛行機が乗れるということで、まあ、ANA マイルを持たれてる方はね、まあ、かなりおすすめなんですよね。まあ、片道ね、3000マイルからね、利用することができますし、まあ、本来のね、必要マイル数よりね、いい時は本当に半分とかでね、行くことができますんでね、かなりお得ですよね。で、今週のね、特旅マイルね、2月の19日からね、対象路線、発表されましたので解説いきたいと思います。まずね、予約発券期間ですね、2月の19日から2月の25日まで、搭乗期間が、2月の20日から26日までっていう風になっております。こちらはね、空席ある限りね、前日まで、発券することが可能です。ですので、急に、予定空いちゃったけどどっか行くとこないかなみたいな時にね、利用されるみたいな感じもね、いいと思います。でね、まあこれね、毎回言わせていただいてるんですけども、こちらね、特旅マイルキャンペーンは、インターネット限定のキャンペーンですのでね、ANA の公式サイトもしくはアプリで予約するようにしてくださいね。まあデスクとかでね、予約すると、まあ本来のね、マイル数が取られたりとか、キャンペーン適用をね、ちゃんと、選択して、完了しないとですね、適用され、必要マイル数がね、普通の必要マイル数捉えちゃったりしますんで、まあ、もしね、詳しく見たい方はちょっとね、私の方のブログ、概要欄に載せておきますんで、まあ、そちらね、見ていただいて、まあ、どんな感じなのかっていうのもね、見ていただけたらなと思います。それではね、対象路線、これにバンって出しておきますけども、今回の、特旅マイルキャンペーンですね。全部でね、19路線というふうになっております。ちょっとね、上の方から見ていきたいと思うんですけども、まずね、必要マイル数が本来6000マイル区間の、キャンペーンマイルで3000マイルになっているところですね。この中で、この赤字になっているところですね。成田、福岡区間、大阪、伊丹から青森区間。この2つが、まあ本来ね、6000マイルするところが、今回のね、特旅マイルキャンペーンで3000マイルっていう風になっておりますんで、ここはね、まあ一番のお得路線っていう感じですね。まあ、半分でね、利用することができますんで、かなりいいですよね。で、真ん中の段ですね。こちらは4000マイル区間なんですけども、こちらはですね、結構渋いんですよね。この緑の枠がかかってるところはですね、こちらね、お得路線ではなく、ちょっと渋め路線なんですよね。本来、5000マイル区間が4000マイルっていう感じで、1000マイルしかね、お得になってない路線なんですよね。まあちょっと渋い路線でありますよね。まあ多分人気な路線なんでしょうね。羽田、大阪、関西ですね。伊丹、羽田、大阪、伊丹から大分、大阪、伊丹から高知。まあこの路線ですね。まあちょっとね、渋めの、1000マイル減っていう風になっております。で、一番下ですね。来ましたね。今回の特旅マイルキャンペーンでも、東京、沖縄路線で今回入ってるんですよ。いや、すごいですよね。まあね、成田発とはなってしまってるんですけど、でもね、成田沖縄区間あるんですよね、今回。本来7000マイル区間が、まあ、片道5000マイルっていう風に、ね、なっておりますんで、往復でね、4000マイルお得っていう風になってますんで、これはいいですね。しかも今ちょうど、2月ですんでね、うん、かなり寒いじゃないですか。うん、あったかいとこ行きたいですよね。うん、これは一番いいですね。それと同時にですね、羽田札幌路線もあるんですよね。いや、こちらもいいですね。まあ一応ね、本来6000マイル区間が、まあ5000マイルっていうことで、まあ、すごいね、お得な路線っていうわけではないんですけども、やはりね、北海道、この時期の北海道いいですよね。まあ、雪すごいと思いますけどもね。うん。1000マイル減でね、利用することができます。で、一番下ね、名古屋、札幌路線。こちらも、こちら札幌って出てますね。こちらも千歳ですね。失礼しました。1000マイル減っていう風になってますんで、すごいお得な路線っていうわけじゃないんですけども、名古屋からもね、札幌、1000マイル減でね、行くことができますんでね。一応ここも、お得な路線っていうわけじゃないですけどもね。やっぱり北海道、沖縄路線、やっぱり人気があると思いますんで、やっぱりいいですよね。それでは次にですね、本日、このトク旅マイルキャンペーンと、ポイントサイトね、1件ね、おすすめの案件ありましたんで、一緒にね、紹介していきたいと思うんですけども、まずね、このトク旅マイルキャンペーンなんですけども、こちらもね、毎回言わせていただいてるんですけども、この動画はね、ANA のね、ホームページのね、トク旅マイルキャンペーンの必要マイル数のとこってすごいね、見づらいんですよね。ですんでね、毎回こういう風にね、表一気にガンっての作らせていただいて、簡単な解説ねさせていただいております。で、もしねトク旅マイルで、国内線ね、利用された方はですね、デルタ日本500マイルキャンペーンだったかなっていう名前だったと思うんですけども、全航空券の、利用済みのね航空券でも申請をするとね、1件の航空券に対して500マイルねもらえるっていうキャンペーンを、一応ね2020年3月、までねやってるんですよね。ちょっとねこれ4月以降どうなるかちょっとわかんないんですけども、でもねこれ申請するだけで、500マイルもらえてしまいますんで、是非ね一般会員だとね、ちょっと上限で5000マイルだったかなっていうのに、だから 10回分ですよね。申請するとね、これ無料でね、500マイルね1件のね航空券の、申請でもらえますんで、是非ね積極的に狙っていただけたらなと思います。で、この申請の仕方みたいなのをね、ブログのね、URL 載せておきますんで、そちらをね、下の方にデルタ日本500マイルキャンペーンのね、申請の仕方みたいなのもね、解説出しておりますんで、ぜひね、それ見ながらでもいいんでね、1回の搭乗券で500マイルもらえますからね、ぜひやっていただけたらなと思います。次にですね、今回ね、ちょっとね、おすすめの案件がね、1個ありましたんで、さすがにね、これもね、1本の動画っていうよりかは、ANA のね、トク旅マイルキャンペーンとね、一緒に紹介させていただきます。今回の、ポイントサイトなんですけども、EC ナビで出ている案件で、三菱 UFJ 銀行の JCB デビット、ビザデビットっていうのがあるんですけども、これがね、発行するだけで3300円分のね、ポイントがもらえる案件としてね、今出てるんですよね。申し込むだけなんですよね。ですんで、ぜひね、利用していただけたらなと思います。三菱 UFJ 銀行のね、口座を持ってる方限定にはなってしまうんですけども、これね、こんな簡単に3300円もらえるんですかっていう感じで、カード発行するだけでね、もらえてしまいますんで、しかもね、デビットカードなんで、これクレジットカードでね、また審査違いますんで、まず誰でもね、口座さえ持ってればね、カード発行することできると思いますんで、ぜひね、利用していただけたらなと思います。こちらの案件ね、こなすことによって3300円分のね、ポイントがもらえて、これをニモカルートで交換すると、ANA マイルにね、2310マイルにね、交換することも、可能ですし、3300円ね、現金で受け取ることも可能ですんで、ぜひね、これ、すごい簡単な案件なんでね、ぜひ利用していただけたらなと思います。今回の動画はね、ANA のね、トク旅マイルキャンペーンと、ポイントサイト EC ナビのね、おすすめ案件、1件紹介させていただきました。この動画はね、役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。